山崎幸也、二刀流挑戦に意欲、周りに迷惑をかけなかったらしたい気持ちはある。山崎幸也は報道陣に二刀流挑戦について問われ、バランスだったり、他の選手もいますので、空気を読んでチーム方針に従います、とした上でバッティングは好きですし、その気持ちはゼロではありません、と明言。周りに迷惑をかけなかったら、したい気持ちはありますと続けた。やっぱりな。そんなふざけたことの前に肝心のピッチングがヤバそうやん。ハムの左打者打てないのばっかだから普通にチャンスあると思う。二刀流提示されたらそらソフトバンク振るわな。上原もやってたし現在進行形で矢沢もやってるし新庄が本人次第って言ってるんだから問題ないでしょ。折にいても来年は3番投手とかいけそうやったけどな。とりあえず大谷ルールで登板時に打つところから始めてみてダメそうならやめればいいだけだ。DH の枠明け渡す契約やろな。日ハムが取れた理由はそこか。そこまでの打力じゃないだろ。勘違いするな。0.5 たす 0.5 の一刀流にならんといいけどな。せくればよかったのに。二刀流になるには大谷でも相当なポテンシャルがあって相当チームが我慢強く育てなきゃあかんのだから途中からやる意味ないやろ。大谷でさえ迷惑かけてるのに、きついやろ。大谷がどんな迷惑かけてるんや？日ハムで二刀流名乗るからには2桁勝利と2桁ホームランくらいセナハムファンは絶対認めてくれんぞ。なんでセリーグいかんかったん？これずっと言われてるけど二刀流の正解イコール大谷である必要はないでしょう。大谷の二刀流は正解の一つであって他の二刀流があっても全然いい。よその契約荒れすぎたけど、ハムも2億4年契約なのなかなかだよな。登板しない時にベンチ入りして代打待機するだけでもめちゃくちゃ助かるわ。ご視聴ありがとうございました。